さあ始まりましたダパンプ友のアメリカンチャンネル、アメちゃんということなんですけれども、今日もですね、男飯やっていきたいと思うんですけれども、今日はなんとこのそば、これを使って、作っていきたいんですけれども、見てくれてる人は分かると思うんですけども、ちょっと様子が違いますね。今日ちょっととある場所に来ておりまして、そしてとあるゲストの方、呼んでおります。まさかの男飯にゲストというねことなんですけれども、お願いします。可愛いギャルじゃなくてごめんなさい、山崎裕太です、よろしくお願いします。来てくれましたね。いやいや、もう出たかったですよ。いやいやいや、僕は本当にYouTube、はい、グルテク見てますから。ありがとうございます。でもあれじゃないですか、はい、見てくださってる方は、うん、まあ知ってる人は知ってるとは思うんですけど、はい、僕と友の関係とかね、はいはい、なかなか知らない人もいるかもしれないですよね。はい、そうですね。もう僕が元ダパンプだってことをほとんどの人が知らないじゃないですか。すごいボケかましますね、いきなり。グルテク、テクニックを習いたいというふうに思いますので、ちょっと今日は裕太君にグルテク習いたいと思います。もうよろしくお願いします。ということで、アメちゃん始まるよ。始まるよ。ダパンプ友のアメリカンチャンネル。さあということで、やっていきましょうか。やっていくんですけど、今日ちょっとこれね、そばなんですよ。そばね、はい、そばをアメリカンにしたいのね。そうですね。せっかくなんで、うちの番組アメリカンチャンネルっていうんで見てますよ、ちゃんとね。だからちょっとそのそばを使ってやりましょう。イージーです。イージーですか。イージーです。アメリカンになります。これなります、なります。そばとアメリカンの合体で作ります。それを今日やっても俺できる気しないんですけど、大丈夫です。全然簡単だから。男飯でしょ。そうだから、もう男飯っぽく作りましょうよ。ありがたいです。簡単にいきましょう。まずは料理って基本段取りなんで、はい、じゃあもうまずお湯を沸かして、いきなりお湯沸かして、で玉ねぎ、これとかも超簡単。これ知ってる？なんすかそれ？ブンブンチョッパー。知らねえ。知らん？今日はこれ玉ねぎを半玉だけ使います。半玉。お、ね、ちょっと待って、こっちだけで大丈夫。でこれをこれブンブンチョッパーに入れるんだけど、みじん切りにしやすいサイズに。まあある程度はざっくりこう。ざっくりですね。はい。じゃあこいつを入れます。はい。今んとこ男っぽいですね。男よ、だから男飯っぽいですね。このブンブンチョッパーがあることで男度が増すから。増します。うん、めちゃめちゃ増すよ。でこれ、はい、はい、おいしい。はいで押さえて、こいつを引っ張って、これ、そう、引っ張って、もっともっと、うそ、もうマジ、もうみじん切りで出来上がる。やばっ、超簡単でしょ。これやばいな、ブンブンチョッパーやべえな。いいでしょ。やばいっすね。洗い物もこれ少なくなるし、確かに楽っすね。これちなみに玉ねぎ以外もいけんすか？ニンニクとかも全部いける。マジっすか。これ下手したらキャンプとかでもいいっすね。めちゃめちゃ楽です。現場で使えますねこれ。でもキャンプの時は仕込んでいった方がいい。みじん切り使うんだったら確かに家でやって、ジップロックとか入れてやってた方が楽。さすが。で次は、ニンニクをみじん切りにしておきます。はい。アメリカンのパスタって、結構ニンニク効いてるんですよ。確かにそうですね。これ、噛むとき結構めんどくさくない？結構めんどくさい。これね、この裏でこうやって押さえて、潰す。パンパンって。そうすると皮簡単に取れます。いいですか？パンパンっつって、気をつけてよ。そうなんだよ。そう、あ、そう、そっちでいい。もう結構つぶった？オッケーオッケー。で、そしたらもう皮が簡単に。確かに。あ、いいのいいの、ボロボロになってる。どうせみじん切りにするから。そうですね。あ、でもめっちゃ簡単取れる。簡単でしょ？ポイント。はい。これパスタの時はニンニクってこの真ん中にこの芽が入ってる。はいはいはい。こいつが焦げやすいんですよ。だからこいつを取ってあげなきゃいけない。マジで知らなかったんだけど。知らないでしょ。もうそのまま入れちゃうでしょ。まあ男飯だから入れてもいいんだけどね。全然。やってみていいですか？いいよいいよ。この目っすか？そう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 、真ん中のこいつ。手でも取れるか。そうそうそう、そいつ。これダメ。そいつを取る。そういうことですね。うん。ほうほうほう。今日はまあ豪快に、はい、このまま、はい、でまずね、この包丁さばきがうまいっていう。でもいやもうこれはもう粗みじんでいいからね。いいんですか。もうアメリカンな感じにするから。さすがです。大きくて大きくボロッとしたのが残ってれば。好みです。そっちの方が。好みでね。でこれエクストラバージンオリーブオイルの方がいいから。え？なんでですか？これは飲めるオイルって呼ばれてる。肝臓とかにもめちゃめちゃいいし。エキストラバージン。エキストラバージンオリーブオイル。これはもうそのまま飲んでも。いいと言われてるオイルなので体にめちゃめちゃいいです。まあ結構大丈夫です。もうちょっとこのぐらいですか。お刺身魚でこれ先にこいつをガバッとこう入れる。これ理由としてはこれで匂いが移るんです、オイルに。そうだから先にこうやってもう入れといて大丈夫です。でその間に今度は肉団子を作る。肉団子、肉団子、ミートボールね。ミートボール、これはもう下味、塩コショウ、塩コショウ、塩、これか、これコショウ、ヒマラヤ岩塩、もううちの岩塩、岩塩って意外とね、普通の味塩とかと比べたらしょっぱくない。そうなんですか。コクがあるお塩に、ちょっと手出して、しょっぱいんだけど、ちょっと普通のお塩とは違うの。しょっぱいけど、じゃあ今度確かにこの味塩、これが今の岩塩ね。これはもういわゆるしょっぱいっていう味塩、食塩。全然違うでしょ。全然違う。これが違うんです。まろやかに。そう、こっち研ぎがあるのどっちか。そう。こっちのまろやか。まろやかになる。で下味はつけとく理由としては、まあ味が馴染むので先につけておいてください。で、もう一個打ち込むの。まあこの岩塩つけ、これクレイジストしてる？イカれた塩。一応見たことはありますけど、こいつ超番いいんですか。これこそアメリカンチャンネルで一番必要。本当ですか。こいつはハーブが結構入ってるの。それこそニンニクのちょっと入ってるけど、タイム、あとオレガノ。オレガノっていうの香りがすごくいいので、こいつを入れることによって結構狂った味になる。クレイジーソルトです。そうです。やば、イカれた塩です。こいつがいい。でちょっとお塩、全然しょっぱくないね。これ舐めてもらったら分かるんだけど、だからこれは結構いっぱい入れてもいいんだけど、ちょっと塩をまず、確かに塩は高いもんだけど、これは結構入れて大丈夫です。このぐらい、もう味これぐらい入れて大丈夫ですね。また最後にあえるときにまた足しますけど、こいつをなんかちょっと普通の塩よりいろんなこう風味が入ってる。そうそうそうね。これつけてもみしだいてください。もみしだい。ああいいですね。いいよね。これ何の実は科学的根拠も実はまだできてないんですけど、美味しくなれと思ってこねてると美味しくなる説知ってる？それは何それ子供みたいなと思うでしょ。違うんですよ。これね、同じ日に買ったみかん、これに1個はありがとうとか感謝の気持ちを書いたみかんと何にも書かないみかん、同じところの棚の上に置いとくと1週間後こっちの方がめちゃめちゃ甘くなる。マジっすか。そう。でも何のエビデンスも取れてないんだけど、でもそれ事実そうなったわけです。なるんです。だからもう料理もうまくなれと思いながら作ってるとうまくなる。気持ち込んでろってことですね。そうです。ダンスと一緒ですね。ダンスと一緒です。同じ振りでもどこに魂があるかないか、それは全然違います。違うでしょ。そうなんです。何でも気持ちってことですね。何でも気持ちです。じゃあうまくなれよ。そうそう、こねこねしてね。本当にいいっすね。俺正直俺初めてこねたかも。でもまあなんか鶏つくねみたいなの売ってるけど、あんまりミートボールってその冷凍とかこうなんていうのかな、ああいうのしか売ってないじゃない。確かにお惣菜的なやつでしか。あれってちょっとこう小麦粉が多いのよ。お小麦粉なんですか。そうなの。ちょっとねちゃっとしてるじゃない。これやっぱりこねた方がこんなうまいんだなっていうのができました。ああいい感じね。どうですか。もういいよ。いい感じ。はいいい感じね。肉団子の作り方わかる。肉団子の作り方、まあ別に難しくないんだけど、スプーン、スプーンでもいいけど、もう全然手で大丈夫。手でいいんすか。これでニンニクと玉ねぎをもう炒めちゃう。このタイミングで。で今こうニンニクに入れました。入れましたね。ちょっともうすでに香りしてませんか。してます。まあ香り立ってきた。ますね。そしたらもうこっち入れちゃってください。お玉ねぎね。ちょっと入れます。ちょっと俺余談なんですけど、ロッテガニの歌詞使うとわかります。はい、わかりますよ。これの感じに今なっちゃったんですけど。なっちゃった。どういったんですけどこれをちょっと今なんか思い出しちゃったね。なんかこのステーションで国宝なんとか王国みたいな。そうですね。もうあれはもううちら世代ですから。世代ですよね。ドンピシャ世代。ドンピシャなんで。僕その時もテレビ出てましたから。すげえ。そうそう。37年のね。そう。それすごいんだよ。これ肉団子ね。まあこう適当に取って。そしたらこいつこうやって親指でニュって押す。こうやって団子に。おお。これをマジ。やりたい。気持ちいいでしょ。こっちもうどこですよ。ここだな。ここです。あ、そういうことね。そう。さあもうどんどんこんなのぶち込んでください。やば。この大きさね、あれだね。結構大きめですよ。大きめぐらいの。日本のミートボールより全然大きいからさ。これ最終的にトマトで煮込むんで、もうこんな感じでやって大丈夫ですよっていうことです。そういうことですね。トマトで煮込まないと先に肉団子だけちゃんと焼いとかないといけなかったりとかするんだけど、デビュー当時から裕太君にお世話になってますけど、そうね。まさかにトモはダバンプに入って15年ぐらい。そうですね。13年。そんな経つんだね。そうですね。初期のダバンプよりじゃあもう長いんだもん。長いんですよ。そうですね。すごいね。まさか一緒に肉団子こねると思う。俺も思ってない。それは。俺も思ってない。さすがの俺でね。それは予想できなかった。予想できない。焦げないように気をつけてください。で、これ少しは大丈夫です。こんぐらい香ばしくなる。一人焦げはお人の焦げはもう香ばしい感じになってくる。ニンニクをね、先にやりすぎるとすんごい焦げちゃう。そういうこと。だからもうさっきぐらい香りがすぐ出たら、もう玉ねぎを入れて、でこうやって肉を入れて、でこれはもうあといい感じで赤身がもう真ん中のやつが消えたぐらいでトマトをぶち込んで、そこからはもうグツグツです。そういうことよね。もうすごいおおおおじゃないと言ってる間にもうお湯が半端ない沸いてる。色がもういいっすね。はい、もうちょっと玉ねぎも色変わってきますね。そうそう、これがいいね。これはちょっと勉強になるわ。ダンスでもさ、初めてさ、もうね、20年以上経つからだけど、踊らなかった時ってないわけじゃん。確かに。たまに仕事忙しくてさ、5日ぐらいなんか踊ってないなみたいなことがない。ない。基本やっぱ踊ってるもんね。仕事がやっぱ踊るにつながるんだよね。めちゃめちゃうまそう。こんぐらい色づいてきたら、まあ中赤いですけど、まだこれはもうあとはトマト入れて、これトマト缶、ホールトマト缶、カットトマト缶とどう違うのって。このホールトマト缶はの方がもっとトマトのコクがあって、カットトマト缶の方が水っぽい。まあ正直俺このトマト缶を使うのは初めましてなんですけど。いいですよ。こいつ大体半分ぐらいです。こんな感じなんだ。こいつを入れます。やば、うまそうやな普通に。もうアメリカン。めちゃめちゃアメリカン。そば行きますこれ。もう行きましょう。パスタの方が良くないですか？そば。パスタないですか？パスタあるけど。そば。そば行きますこれ。行きましょう。めちゃめちゃ美味しくないですか？マジっすか？もう入れちゃってこれ。ここから。いきますよ。茹でる。4分って書いてあるやつはだいたい1分前で大丈夫なんで3分でいきましょう。早い茹でにこっちに入れるんで。あ、そういうことですね。そうです。おそばだとね、そこくっついたりするんで。でこれパスタも普通のパスタはそんなことないんですけど、乳化させるってよく聞いたことありますね。乳化パスタって乳化させるんですよ。これは茹で汁をこう入れることによって乳化ゆで汁使うって言いますね。そうそう。でこれおそばでも、はい、ちゃんとこれは十割そばなんで、そば、はい、のあれしか小麦粉は入ってないんですけど、ちゃんとトロトロになるんで、これのゆで汁もちゃんと使います。大事なんだ。パスタの時は絶対にゆで汁入れてください。あ、そうなんですか。全然切ってましたけどだからこのまま直接入れる場合は、はい、大丈夫だけど、はい、大体1個ちゃんと残り1分だからこいつを大体1、2、3、4、5、6ぐらい。これ俺捨てるもんだと思ったら使うんすね。使います。パスタの時は絶対に使う。これおそばでも使っても美味しくなる。手際がいいんだよな、ああいうだけの。これはまあ料理はでもやんないとこれわかんない。手際ってわかんない、覚えないから。やっぱちょっと先のことを予測しながらやってる感じがある。そうです。すごいなやっぱり。やべえ、大丈夫かこれ。大丈夫です。つかないですか。大丈夫ないです。いや、一回今度下がる。めちゃくちゃうまそうなんだけど。やばっ、何これ。男っすねで本当はこれちゃんと水で洗った方がいいです。ほうほうほう、べちゃべちゃになっちゃう。はいはいはい。実際はこれをざるにあげて、うん、しっかり水で洗ってください。そうするとべちゃべちゃ感がちょっと今日なっちゃってる。べちゃべちゃ感がなくなる。あ、もういいよ。で、こいつをあえていきます。パスタで食べたかったですか。今のところまだパスタに絞りなかったんですけど、まあこれを食ったら変わるかもしれない。変わるね。やっぱ。めちゃくちゃソファだけど。でもめちゃめちゃうまい。え、本当ですか。でもこれで。マジかよ。で、またさらに最後うまくなる。ポイントのものを出しますので。はい。なんかあるの？あります。なんかあるんですか？うん。一番最後。これでうまくなるっていうのがある。もう一個忘れてたわ。これにコンソメを入れなきゃいけなかった。コンソメ。うん。これをね。これどうやって使うんですか？これ顆粒コンソメなんですけど。そう、もともとさっきのトマトがグツグツなってる時に入れてください。これで味がまたグッと美味しくなる。まあ、これがパスタだったと想定した時に、はい、パスタってね、もうこれやっときゃ絶対うまくなるっていうのがあるんですよ。これに、うん、これ知ってる？パルメジャーノレッジャーノチーズ。むずっこれパルメジャーノレッジャーノチーズって、はい、これだけでパスタって劇的にうまくなるんだよ。マジですか？うん、粉チーズじゃなくて。そんなチーズあります？ある。これちょっといいスーパー行ったりとか、あとアマゾンとか、はい、ああいうのとかでも買えるから、地方の人でも、うん、買えますね。そうですね。うん、おい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 、もうこれだけでやば、めちゃめちゃうまくなる。雪降ってきたで、うんアメリカンでしょこれ。っていうかマジアメリカンですよこれ。見た目ね。これ本当にマジでこれアメリカで出てくるパスタに今もう俺見えてきてますし、本当こんなんかかってますしね。かかってる。これであとは最後。めちゃめちゃバジル。これ香りがちょっと色々あるな。はい、これで完成。やば。めちゃくちゃアメリカン。できましたね。できました。ドボール肉団子から。いただきます。うまっ。めっちゃうまい。うまくない。肉だけが凝縮した感じ。うん。なんか。パスタの方。うん。そばの。パスタの方で。一緒に食べたら美味しい。いただきます。アメリカン。めちゃくちゃアメリカン。すごっ。あ、でもそばじゃない、そばとは思えない。いや、何にせよこれめちゃくちゃアメリカンだわ。アメリカンでしょ。はい、アメリカンパスタ。これはえぐいな、うん、グルテクえぐいなマジ。まあでも本当に今日俺いつも本当男飯やってるんですけれども、うんうん、やっぱテクニックは本当になくて、うん、パパッとささっと作れることしかできてなかったんですけど、うん、今日その段取りだったりとか、うん、そのミートボールもそうですけど、うん、そばを使った応用パスタ、応用というか、それがグルテクですよね。グルテクだね。応用グルテクが本当勉強になったんで、調味料揃ってりゃ大体飯ってうまくなんだよ。クレイジーソルトやばいっすね。イカれた塩ね。これマジうまいっすね。ここからまたかけちゃっていいんだから味足んねえな。いいんすか。いいね。そんないいんすか。そんなでいい。男っすね。男っす。このイカれた塩だいぶいいな。使えますから。いや、これちょっと勉強になったんで、うん、男飯もちょっとクオリティを上げつつ、うん、徐々に頑張っていきたいなと。ちょっとまたさ、いつかコラボした時は、はい、友の飯を食べさせてよ、男飯を。いっそもうちょっと修行してくんで、もうすぐ料理ってうまくなるから。そうなんですか。すぐうまくなるよ。じゃあちょっと、次ゆうたくんに、はい、作れるようになるまで頑張ってますので、修行してください。また呼んでください。いや、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。